ノクさん、メッセージありがとうございます。おかげさまで私も ADA のステーキング報酬が入りました。私ね、ずっと ADA が価格がね、やっぱり一つの私たちの、まあ、目標ですからね。やっぱ投資してる以上、儲けが一番最初に来るのは、これね、隠しようのないことだと思うんですよ。もちろんその投資のプロジェクト自体に魅力があるのも大切なことです。私がこのね、体のエイダーに出会って、一番最初にこれに本当に参加したいなと心から思ったのは、購入した後だったんですよね。最初に ADA を買った時は、なんかインチキなもん出たな、ビットコインじゃないのみたいな、そんな感じでした。まあしょうがなくノリで買ったっていうところがあったんですけども、その後ですね、このチャールズ・ホスキンソンさんにお会いして、そして少しだけ会話をさせていただいてですね、その後チャールズ・ホスキンソンさんの人柄にちょっとだけね触れてですね、まあちょっと調べるとテッドっていう番組に出ていて、それをしっかり見させてもらったんですよ。その中で、この暗号通貨とか投資、まあこういったものっていうのは大体お金持ち向けに、まあプロジェクトが走るんですけども、チャールズ・ホスキンソンさんは30億人のお財布すら持たない人のためにこのカルダノっていうのをね開発していたんだみたいなくだりがあったんですよ。これはすごくいい発想だなと思いました。まあそれがね、今ADA のステーキング、1エーダーからでもステーキングできるところにつながってるんじゃないかなと思うんですよ。だ大抵の場合はね、こう5ビットからとかね、300万からとか500万からっていう風な、100ドルとかね、1万ドルとか、こういったまとまった金額じゃないと参加できないわけなんですよね。で参加すると消えるんですよね。まあそういうことを何度も何度も私も、聞いてきましたし、私自身もビットリージョンみたいなのね参加してみたりとかして、ボーンとなったりとかね、クルドマイナーっていうのがあったりね、ボーンとなったりね、あとユーロビットですか、こんなんでボーンとなったりね、アジアビットボーン、すごいですね、ボンボンボンボーンって。でもね、どんだけとんずらこかれても、私はいつも自分の投資のルール、余剰資金でやるっていうのを守ってきたんで、まあ打ち死にはせずに済んだんですよ。かすり傷程度で済みました。ですんで今回もね、結構 ADA のステーキング報酬のことですけども、分かっていたんですけどもね、でもやっぱり十分プレセールで買ったんで大きな利益じゃないかなと思って、あんまり意識してなかったんですよね。ただここでもう一つ私が思いに馳せたのは、 ADA にたどり着いた人は軒並みこれね、幸せになるんではないかなと思ってるんですよ今。まあ、どうしてそうなるかっていうのはまた別の機会にお話ししようと思いますけども、 ADA を手にした人から新しい時代の幕を開けて、そして新しいレールに乗っていくと思ってるんですよね。そのくらい ADA は人類に必要な概念だと思うんですよ。まあ、ですので、たとえ1エーダでも2エーダでも10エーダでも手にしていただきたいっていうのが私の本当切なる思いです。で、ずっと ADA の動画を2016年あたりから2017年あたりまでは、まあ、本当によく放送してたんですけども、この時に私の動画をきっかけに ADA を買ったっていう人とかね、それこそね、ちょっとね、結構な財産をはたいて買っちゃったみたいな人がいて、いつ値上がるんだみたいなことでね、怒られたこともあったんですけども、ああやっとね、ほっと胸を撫で下ろす段階が来ました。もうあとは損がないように上手に利確したりとかしてくれればなと思うんですけども、これでね、何が言いたいかっていうと、 ADA を、まあ、多くの人が手にすればするほど ADA の価格ってのは上がっていくと思いますし、それから ADA の利用価値が世界に広まっていくと思うんですよ。まあ、ですんでね、ADA が儲かるんだ、すごいんだってことでいいから、新しい新規参入者が小口でもいいからね、増えていただければなと思いまして、そういう思いをね、今回、まあ、思い出したと言いますかね、ノクさんのおかげで、初心に帰ることができてね、よし、私もステーキングをやっていい思いしてるよってことで ADA に興味を持ってもらおうかなと思ってるんですよ。もちろん今紹介報酬なんて全く入りませんから、そんなことを目的ではないんですよ。とにかく ADA を1000円でも5000円でもいいから多くの人に買っていただいて、それこそね、30億人がって話じゃないですけども、少額のウォレットをたくさん増やしていくことに、私の YouTube を通じてね、貢献できればなと思います。それが多分チャールズ・ホシンソンさんへの恩返しなんじゃないかなと思ってるんですよ。ですんで、これからもね、 ADA の放送、ステーキングのこと5日ごとに入ると思いますんで、ちょっとね、改めて暗号通貨中心に ADA の放送を増やしていこうかなと思いますんで、またね、ノクさんとも ADA についてね、あれがいい、これがいいってね、いい点をディスカッションできれば幸いだと思います。
よろしかったらまた Zoom の機会などいただければ幸いです。もちろんね、この YouTube のやり取りでも十分多くの人に伝わると思いますので、今後もご協力をお互いにやっていきましょう。ありがとうございました。じゃあこれからもよろしくお願いします。ステーキング報酬嬉しい。